ルーン、そしてロデシア・ルンカ、グラダローという15歳、14歳という若い選手を編成いたしまして、規定問題を次に消化し、現在ソビエトは激しく追っております。中心に伸びてきましたね。そうですね。特に目につくことはどういう点でしょうか、ルーマニアの選手の動きで。やはり一個一個の技がですね、かなりアクロバット的なものも入ってますし、きた、ブラダローは 9.50 でした。続いてはジュンカ選手です。サウダーを行いますね。まさに男性の技です。いいですね、この宙返りも。はい、ドラモンです。ロデシア・ドゥンカ、さあフィニッシュはどうでしょうか。決まりました。前方宙返りですね。そうですね。高いバーからの前方宙返り、ロデシア・ドゥンカ9.60 といういい点が出ました。メリタ・ルーン、小林の後を継ぐと言われておりますルーン、14歳です。去年のルーマニア選手権では22位でしたが、9月から現在のマーサ・カロリーコーチに指導されまして、めきめき力を上げてまいりましたメリタ・ルーン。フィニッシュはどうでしょうか。いわゆるコマネチョイと言いますかね。そうですね。やはり男子の鉄棒と全く同じようなもんですね。9.80 が出ました。立派な得点です。個人で第7位についているエルディア・エベルデ、1m52cm、34kg、体重の方が5センチと言いましたが、身長の方が5センチと言いましたが、体重は 逆に1キロ減っております。15歳であります。小招き2世と言われましたエベルレ。この飛び越しも立派です。もう本当に男子の鉄棒ですね。はい、これは見事です。エベルレ、さあフィニッシュはどうでしょうか。2分の1で後方宙返り、いやー、鮮やかなもんですね。ドイツのエベルレ、そして若手が現在のいいチームを作っているルーマニアです。エベルレの得点が何点出ますか。 9.85。 お客さんはよく知っております。スライドセラを見ました小林、演技が始まります。おっと、やりませんね。どうしたんでしょうか。バーに触りまして、そのまま手を上げて演技をやめました。中村さん、これどういうわけでしょうか。何でしょうね。ちょっと理解に苦しみますね。そうですね。もしこのコマネチがですね、出ました、結局得点はありません。 0.00 ということになりますと、無論団体優勝も不可能になってまいりますし、個人優勝も無論ダメであります。ルーマニアの平均台の演技はブラザローです。今年16歳で 1m45cm、37kg、 ブラザローの演技が始まりました。後方宙返りを楽にこなしますブラザロー。もう一度連続、ちょっとぐらつきましたが、しかし全中連続というのは大変難しいですね。はい、でもうまく乗ってますね。はい、
宙返り、幅わずか10センチです。できないんじゃないかという話もありましたが、自分で絶対にやったら終わっております。続いてドゥンカ、ロデシアドゥンカであります。グラダロの得点は 9.55 でした。ドゥンカも14歳の若さ、後転飛びから後方宙返り、ルーマニアの選手は中山さん、はい、これ連続技が非常にコンビネーションいいですね、はい、しかもあのグラスキっていうのはほとんど少ないですね。でも14歳っていう感じが言えないですね、本当にそうですね。おー、面白いことをしましたね。これはあまり他の選手がいたしません。鉄棒の後ろ回りみたいなんですね。そうですね。さあ、フィニッシュはどうでしょうか。キレを加えました。まあ、やはりグラナロよりは経験がこのデュンカのがありますからね。はい。得点が出ました。9.75。デュンカの得点が 9.75 です。ドミトリア・クルナーです。この人も15歳です。 1m56cm 40kg。 クルーナーの演技、まだまだスルーナーはいわゆる大技は見せておりません。後方宙返り、フィニッシュはどうでしょうか。2回ひねりを加えました。最後に見せ場を持ってきましたね。はい、まあ一個一個の技は確実ですね。はい、ここフィニッシュは 9.7 で書いています。これがメリタ・ドゥンです。14歳 1m47cm 33kg。 去年のルーマニア選手権では22位でしたが、去年の後半から現在のチームリーダーのカロリーさんに教育を受けまして、今年のヨーロッパ選手権では個人15位とのし上がってまいりました。後方宙返り、全般的に中山さんおとなしい感じしますね。全球です。そうですね、はい、まあ、この平均台っていうのは男子のあん馬と同じようなもので非常にあの神経使うんですね、はい、でいつも練習ではとっておってもなかなか試合ではですね、緊張の度合いが強いもんですから、はい、失敗しやすいんですけどね。さあ、フィニッシュはどうでしょうか。2回宙返りを買いました。そうですね、得点が出ました。いいですね。9.80 です。この
馬力の演技が始まりまして、最終止めが全部平均台に備えております。左の親指と人差し指の間を炎症を起こしまして、氷で冷やして今夜の試合に出場しています。後方宙返り、なんとなく左手の後退が痛々しく感じます。モントリオールオリンピックではこの種目で100点満点を出しました。鉄柱もうまくかまします。フィニッシュはどうでしょうか。2回蹴りを変えまして、着地も見事、左手の出ました 9.95、 10点満点を上げました。 9.95 という最高得点をマークしました。マリア・コマネチです。では東ドイツのグナオクが演技を行っております。規定問題終わって、規定では第4位のグナオク、1m46cm、 33kg、 15歳、去年日本に参りました。4歳5歳ぐらいからずっと体操のクラブに通って、今年のヨーロッパ選手権でもこの人は個人で6位、アメリカンカップでも個人で2位になってますからね。確かね、素晴らしい得点ですね。あ、コバネチですね。これは段違い平行棒の方はソビエトが演技を行っております。キムの演技です。フレデリックの演技が始まりました。どういう技を見せてくれますか。この辺の動きは絶妙です。1回ひねりました。フルターン、今度は下のバー、フレデリックの見事な演技。さあ、フィニッシュはどうでしょうか。素晴らしいですね。特にあの中間に入っておりますね、はい、あのフットっていうガチらしいからの1回ひねってこう上がってくるのが、非常に素晴らしいものを持ってますね。体の締めが非常にうまいんじゃないですか。そうでしょうね。今アドバイスしていますのは 9.70 という点がフレデリックの得点です。このフットさて、ルーマニアの方ではルーンの演技が始まりました。メリタルーン、すごいですね。この試合素晴らしいですね。男子でもあんなに屈伸のダブルなんていないですね。わずか14歳です。本当にこのコミックな動きしますね、はい。中返
前にも何のそういう感じがします。はい、本当にこうクリカル的な動きがうまいですね。フィニッシュはどういう大技を見せてくれますか。ルームダブル宙返り、素晴らしい最終返り決まりました。鮮やかなビンタズ 9.90。後方宙返り全速です。枠にこなしました。レベル0、この後ですね、緩急を十分につけましたエメリア・エベルデ。開始沸かせますね。そうですね、やはり引きつけるもの持ってますね。手拍子が湧き上がります。コンベンションセンターメイン会場、続けるエミリア・エベルデ、また2回宙返り、フィニッシュ。最初の部分と最後の部分に2回ダブル宙返りを入れました。はい、これはねすごいと思いますね。屈伸のダブルなんですね、はい、初めの入りも屈伸、最後の場合も屈伸、真ん中に1回半ひねりからですね、はい、すごく宙返りが入ってますね。そういった内容で、まあ、そういう 9.85。 さてこちら平均台の方はソビエトのシャポシニコワが演技を行っております。ソビエトは2種目目を終わってついに逆転されました。シャポシニコワも大会前に足でしたかね、痛めまして、はい、右足首ですね、出場が生まれましたが、元気に一昨日の規定問題、今日の自由問題を行っております。ナタリア・シャポシニコワ、フィニッシュは後方宙返りです。やはりあの最後の種目がですね、普通の宙返りですね、やはり普通ひねりか、もしくは後方2回宙返りかを入れるのが普通なんですけども、やはり右足首の痛みっていうのはやはり彼女にとっては非常に致命的なものを持ってるんじゃないかと思います。この人もそういう負傷をしての出場です。 9.50 です。結局いよいよ最後の種目になりました。現在トップがルーマニア、ソビエトが逆転されまして、ソビエトこの床運動が最後のチャンス、ナタリア・テレシェンコの演技です。1m59cm、 45kg、 17歳、ソビエトのジュニア大会で優勝しています。このソビエトの選手の表現力をゆっくりご鑑賞いただきましょう。
タリア・テレシェンコ選手の演技でした。いかがでしょうか。はい、やはり例えば先ほど行いましたルーマニアの選手に比べまして、はい、この選手はですね、なんていうんですか、正統派っていうんですか、非常にこうクラシカル的なものでですね、動いてるんじゃないかなっていう感じがします ね。またタンブリンにしても初めの2回宙返りも入ってますし、非常にいい出来だと思います。まず今度は技を見てみましょう。はい、この辺ですね、初めの、最後の部分ですね。最後の部分ですかね、はい、体を伸ばした方の宙返りです。はい、得点が出ます。今消えましたね。 9.80 です。テレシェンコの得点は 9.80 でした。続いてはエレナ・マイムシナ選手です。 1m47 で 34kg、 15歳の少女。エレナ・マイムシナ選手の本当に見事な演技でした。何かゼンマイで動く美しい人形という感じしますよね。はい、残念なのは一番初めの種目がですね、早い宙返りからすぐ後方に2回宙返り外へ出てしまいましたですね、はい、まあ、そういう面で非常に残念だなと思いますね。また今年初めてでしょ、今までピアノを使ってたんですけども、オーケストラでもいいっていうのは ね、9.8 が出ましたね。 9.80 でした。なお規定問題で 0.675 でリードしたソビエトですが、2位のルーマニアが2種目目で逆転し、3種目を終わってトップがルーマニア、そして続いてソビエトが第2位で、その差が 0.825 と開きましたね。あ、そうですか、はい、そして3位の東ドイツ、4位のアメリカ、その東ドイツとソビエトの差が 0.005 という僅差で2位3位を争っております。したがってこの最後の種目でソビエトは世界選手権通算7回目の優勝を狙い、ルーマニアは世界選手権初優勝を狙います。さてステラ・ザハロワ登場です。ザハロワの床運動の自由問題、この選手は本当に脚力の強い、ね、選手ですね。 1m50 で 39.5kg、 16歳、第2のクルブドと言われまして、足腰が非常に強いザハロワであります。東京のワールドカップで個人優勝しました。
最後に一番疲れて辛い時に後方屈伸に回収割りをしましたね。はい、まあ、素晴らしいですね、脚力ね。男の人でもあんま、はい、そこまでできないんじゃないかな。そういう感じします。初めの入りが月面宙返りですよ。ウーサウトですね。はい、中間にあの2回ひねりが入ってるんですよ。ラフトがね、はい、真のダブル宙返りっていう、まあ、また音楽の方もなんかあのディスコサウンドがミュージックみたいな感じですね。面白いと思います。ザハロワの得点が楽しみです。まず男子と同じと言ってもいいほどの難しい内容でしたからね。はい、もう男子以上じゃないんですか。出ました 9.85 ですね。あ、素晴らしいですね。続いてはこの選手はもう日本の皆さんおなじみと思います、フィラトワです。マリア・フィラトワ。しかし大きくなりましたね。そうですね、18歳です。1メーター45で34キロ。もうキムに次いでシャポシニコワ、フィラトワですからね。はい、ストラスブールの世界選手権も出場しました。あの1978年去年のサンパウロのワールドカップで個人優勝しました。平戸はこの人の動きはおそらくまたコミカルな動きをするでしょう。モダンミュージックって感じですかね。そうです、見てみましょう。曲を変えてイメージにしてきましたね。はい、もうコミカル的な動きじゃなくて、本当にあのソ連の持つ伝統的なっていうんですか、はい、本当にこう、まあ、オーソドックスな感じですね。こう18歳女らしさをなんかうまく表現したような感じの動きだったんじゃないかと思います。この辺があの今アッサホワコーチに祝福のキスを受けましたけども、確か出ました、ね、9.95 です。一番高い得点が出ました。あの動きだけではなくて、あの屈伸、タンブリングもですね、屈伸の2回宙返りも入ってますし、ラストもまた屈伸2回宙返り入ってますし、非常に素晴らしい出来ですね。東京に初めて来た頃には非常にコミカルな動きをしたフィラトワが、やはり18歳にふさわしい音楽に変えて内容も変えてきましたね。そうですね。さて続いてはシャポシニコワ。ソビエトはこの種目に頑張りませんと7回目の優勝はできません。1m52、39kg、身長も体重も大きくなりました。この人は変えておりません、曲音は。
タリア、シャポシニコワの演技でした。中山さん、やはり彼女、足をかばっているのははっきり分かりますね。はい、もう種目がね、入っておりませんね、はい、普通の宙返りともう最後がスワンですか、はい、やはりそういう面で、やはりかなり足が悪いんじゃないかなっていう感じがしますね。なお、ルーマニアはすでに跳馬の演技を全部終わりました。やはり小間西は棄権しておりますが、その他の選手がよく頑張りまして、跳馬だけで 49.05 を上げまして、ソビエトとの差をますます開きました。ソビエト、このシャポシニコワと、そしてキムが残っていますが、この2人が共に10点を上げても、抜くことはできません。その瞬間 9.80、 ルーマニアの初優勝が決まりました。ルーマニアがついに逆転優勝を成功しました。ソビエトは男子が日本を抑えて優勝しましたが、1966年のドルトムントの世界選手権、チェコスロバキアに王座を奪われてから実にオリンピック、そして世界選手権と連勝を続けましたが、このフォートワースの世界選手権でルーマニアにその王座を奪われまして、ルーマニアの初優勝が決まりました。自由問題の最後の演技者、ソビエトはキムであります。22歳、体も大きくなりました。体重も増えました。1m60、46.5kg。 モントリオールではこの床で金メダル、そしてストラスブールの世界選手権でも床で金メダルを取っています。今日はもう1万人以上のお客さんが入りました、このコンベンションセンター。いよいよ赤ランプがつきました、青ランプがつきました。レディー・キムの最後の演技であります。ああ、ちょっと観衆が騒ぐので、キム選手はやりにくいんですね。そうですね。リズムですか、ディスコミュージックみたいな感じでですね、はい、非常にうまく乗って関節引きつけましたし、初めの入り の屈伸のダブルですね、はい、非常に彼女の場合は高さがありますし、もう素晴らしいと思いますね。これで全ての演技が終わりまして、ルーマニアの優勝が決まりました。もうすでに、夜11時15分をこのフォートワースが過ぎておりますが、まだ観衆はほとんど8分通り埋まっております。キム選手の動きを見てみましょう。ここですね。で、両手をついてしまうんですね。来ましたね、はい、この時非常に残念ですね。これで全ての競技が終わりまして、女子はルーマニアが世界選手権初優勝という偉業を成し遂げました。ソビエトがオリンピック、そして世界選手権7連勝を続けました。メキシコに始まってリブリアナ、ミュンヘン、バレナ、モントリオール、ストラスブールと6連勝を続けたソビエトがついにルーマニアに抜かれました。一方のルーマニアはどうしてもソビエトの壁を打ち破ることができませんでしたが、見事この第1回フォートワースの世界選手権で世界の王座を獲得いたしましたルーマニアチーム、しかも小金市の負傷におめでず、若手がよく頑張りまして大会に花を添えました。中村さん、どうもいろいろありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。フォートワース、このキムとの得点差が 0.15 です。さて4種目 0.15 の差、
キム・グラオクの優勝争いいかがですか。はい、もう昨日の男子の個人総合と同じように、やはりミスしてしまえば非常に大きな減点されますから、はい、もう確実に持っていくんじゃないかと思いますね。ミサバだけはしっかり作っていくだろうと思います。平均台はこれからベラ・チュルナ、チェコスロバキアの演技が始まります。もう日本でもおなじみの選手、16歳で1メーター42センチ32キロ現在は第10位であります。ストラスブールの世界選手権でも個人で6位になりました。なんとなくあの床運動のミュージックがですね、はい、場内に聞こえてきますので、何か音楽に合わせてそのままやってるような感じしますよね。はい、そうですね。この辺は力技、白宙返り決まります。連続です。フィニッシュがどうでしょうか。2回宙返り、にっこり笑ったチェルナ、まだ顔を見ると本当に幼い感じがしますが、技そのものは大技を行いますね。そうですね、あの最後にやはり後方2回宙返りですか、非常に難度の高いもの入ってますし、ちょっとの動きがちょっとコミカル的な動きが、ね、入っておりますし、なお先ほどご覧いただいたチェルナの得点は 9.80、 今 9.65、 これはタイファーの得点です。最初の種目が行われていますコンベンションセンター、続いて床運動はルーマニアのルーンです。ベリタルーン、1メーター47センチ33キロ、14歳の少女。全然開いてませんし、見ている私たちも思わずこの体が動きますね、はい、リズムに乗って。とても14歳っていう感じはしないですね、はい、であの今のようにですねオーケストラを使っても今回の場合あの対応いいわけなんですよね。そうですね、はい、えまあ非常にこうリズミカルな感じがしますし非常にいいと思います。スローモーションで見てみましょう。タンブリングがすごいですね。そうですね、2メーター47、33キロ、日本の選手とほとんど体が変わらないんですがね。この2回宙返り、はい、最後の部分ですね、出ました 9.80、 カメラが切り替わりました。床の方はナイムシナ、ソビエトのナイムシナ、カリンカの曲に乗ってナイムシナの自由問題、1メーター47センチ34キロ、15歳のナイムシナ。
なライムシラでした。中山さん、はい、非常にコミカルな動きをする割に最後にあの進路に回宙返りを入れるとかね、はい、技的にも高度のものを入れてますね、はい、非常にあのリズムにうまく乗ってるっていう感じしますし、やはりあの観客をうまく引きつけますね、自分日本に対して。東京オリンピックの時の床運動に変えますと、まあ十何年経ちますとですね、完全に今世界の趨勢というのはモダンミュージックに変わってきましたね。そうですね、でもその中にあのただそれだけにあの没頭してしまうんじゃなくて、やはり非常に高さのある余裕のあるタンブリングがやっぱり必要になってくるんじゃないかと思います。さてこちらはマリア・フィラトワ、平均台の演技です。1m45cm、34kg、去年のサンパウロのワールドカップでは個人優勝しています。現在は個人で第3位。中外の連続技、中山さん、はい、日本の選手と違うところはですね、指の先が全部動いてますね。生きていると言いますかね、はい、指が何かを表現している感じしますよね。そうです、やはりあのつま先から指先まで全てをですね、まず使って表現をしていくっていうことでしょうね。さてフィニッシュはどうでしょうか。後方宙返りのいわゆるスワン型と申します。とてもあの10センチの幅の上でやってるとはいう感じはしないですね。ソビエトのマリア・フィラトワに続いては現在トップのソビエトのキムであります、ネリー・キム。この人はご承知のように跳馬、ゆかで金メダルを取っています。さあどうでしょうか。非常に高さのある塚原、はい、からのツアーの方ですね、はい、女子の場合は2回飛びます。そしていい得点がその人の得点になります。キムも結婚して身長が3センチ伸びました。160センチ、体重が 1.5 キロ増えて 46.5 キロ、22歳のソビエトのネリー・キム。着地がちょっと崩れましたね、はい、ちょっと残念ですね。やはりもう一つあの突き手がうまく入りますと、はい、突きが出るんじゃないかと思います。1回目 9.75 です。2回目にこれ以上の飛び方をしますとその得点がキムの得点になります。2回目はあるいは飛び方を変えるかもしれませんね。そうですね、キムの跳馬です。あ、同じ飛び方、伸身のいわゆる塚原跳びでしたが、1回目でやっぱり着地が欲しいなっていう感じしますね。なんかあっさりしすぎてるっていうんですか、なるほど、しました僕は、はい、キムの飛び方にしてはあっさりしすぎている、はい、確かにそういう感じしますね。むしろ2回目の方が着地が大きく崩れましたね、はい、やはりあの跳馬っていうのは最後のフィニッシュですが、もう着地がピタッと止まりますと全ての印象がグッと上がりますから、やっぱりそういう面では非常に厳しいですね。 9.8 号が出ましたね。あ、なるほどね、結局空中姿勢の良さを取ったんでしょうね、はい、高さがやはりあったように気がしましたね。キムの得点は結局 9.85、 現在第2位の東ドイツのグナオク、1m46cm、33kg、15歳であります。キムを激しく追って得点差が 0.150、 キムはすでに 9.85 を出しています。一面中ありですね、素晴らしい技ですね、はい。
演技を見せました東ドイツのグナオフ、わずか15歳です。とても15歳じゃ見えないですね。見えませんね、はい、初めの入りが月面宙返りでしょ、ロングサウスで入りました、はい、途中にあの3回ひねりだと思いますけどね、3回ひねりがありますね、はい、最後があのコンビネーションからの2回ひねりですね。非常に素晴らしくて、あの高さも十分ありますし、 9.90 が出ました。その演技をスローモーションでご覧いただきましょう。そうですね、はい、3回ひねってますね。そうです。さて演技がいよいよ始まります。最初の演技はルーマニアのルーンであります。ルーンの跳馬、非常に高さもありますし、ひねりもよくあの入ってるんですね。ただ傘松と違ってあの跳馬の方向くんじゃなくて、はい、あの外側ってこちらも入ってる。1m47cm、33kg のルーン、これ前方宙返りなんですね。そうね、はい、1種目終わりまして、チムがトップ、そして 0.1 の差に縮まった東ドイツのグナオフが第2位、得点が1回目 9.80、 第3位がピラトワ、そして今飛んだルーンは2種目終わって、これが2種目目、第4位であります。ベイタルーン、ルーマニアの、今日はコマネチは出場しておりませんが、コマネチの後を継ぐ選手として期待されます。ルーン15歳の少女が、14歳の少女が第4位、さあどうか、同じ飛び方ですね。そうですね、はい、前の1回目でいかがですか。1回目、はい、後のはなんかいいような感じしましたけどね、高さがありましたね、はい。女子の跳馬は2回飛んで同じ飛び方でも構いません。いい方の得点が自分の得点になります。この月はいかがですか。はい、よく突っ張っておりますね。ただ着地がどうしても前に流れてしまうんで、右足が半歩、70ですか、70ですね。したがって1回目の 9.80 がベルタルーンの得点になります。さてこちらの方は床運動はフィラトワです。2つの曲を持っていますが、果たして今日はどちらの方を使いますか。スペインの曲は非常にコミカルな感じがします。マリア・フィラトワ18歳、現在第3位です。15歳っていう感じじゃなくても18歳なんかこう女らしい感じでですね、自分の体を十分に生かして、なんていうか上感っていうんですかね、十分に表した演技だと思いますね。
またタンブリングしましてもやはり真のダブルですね、はい、非常に高さのあるいい回転ですね。得点は 9.80 と出ました。ひねりも多いですね。はい、非常に高さがあるんですね、はい、よく引っ張り上げといて、それから屈伸でしかも2回回ってくる。そうですね、この形を屈伸と言います、はい、現在このフィラトワは3位でグナオク、そして先輩のキムを追っています。スロバキアのセバロバの演技が終わりました。3位のピラトは2位のグナオフの演技をご覧いただきました後、いよいよこれから注目のネリー・キムが段違い平行棒に登場します。これはセバロバの得点。チェコスロ、さてキムの演技が始まります。段違い平行棒、フックからの1回ひねり、フーターンです。ここがフーターンですね、はい、これがキム独特の技。ドゥンカです。ロディシア・ドゥンカ、ルーマニア、14歳のドゥンカの跳馬2回目でした。さてこちらキムの段違い平行棒のスロービデオです。最後のフィニッシュですね、はい、ここからの半分ひねって後ろ宙返りですね。そうですね、着地もうまく止めておりますね。半分ひねっての後方宙返り、着地も決まりましてかなりの得点が出ます。現在 0.1 差になっています。裏を変えました、出ました 9.85。 こうなりますとあと東ドイツのスナウフが跳馬を行いますので、これを注目してみましょう。そのグナウフ、さてグナウフの跳馬です。どうでしょうか。新進の塚原跳び、着地の取り方が本当に前ですね、はい、体を伸ばした、はい、塚原の塚原跳びであります。ね、体をまっすぐ伸ばしたままですね。やはりコーチがいつも注意をしてですね、ポイントよく指導してるみたいな気がします。東ドイツのグナオフ、15歳の少女が見事な新進の塚原跳びでした。1回目の得点が果たしてどの程度出ますか。 9.70、 キムは段違いで 9.85 を出しています。したがって2回目の跳躍に期待をします。東ドイツのグナオク、もう少しあの距離と高さが出てくればいいですけどね、はい、グナオクの場合は今の新進の塚原積とそれから 2回宙返り2つの跳を持っていますが、どうでしょうか。今度はグナオク、新進の塚原積、着地は非常にいいですね、はい、ただ予想言えばもう少しあの高さと距離が欲しいですね。そうですね、はい、なんかペラッっていうような感じのあれで、ね、浮きが欲しいなっていう感じします。まあ、15歳と言いますと日本では中学の2年生ぐらいですからね。得点が出まして 9.70、 したがって1回目2回目同じ得点でグナオクの得点は 9.70 です。152センチ、34キロ、エベルレは現在のところ第7位ぐらいでしょうか。7位よりちょっと落ちたようです。平均台で失敗しまして、一歩後退したエミリア・エベルレ。
日本にもたびたび来たことがあります。去年のストラスブール世界選手権では個人第5位になりました。身長が5センチ伸びて体重が1キロ減りましたエミリア・エベルレ。もう2回宙返りは常識になりましたね。はい、しかも自信でですね。はい、しかも非常にこうリズミカルな感じに持ってますし、はい、コミカル的なものも持ってますし、なんか一段と痩せたなっていう感じがしますね。しかもあのタンブリングが非常に素晴らしいですね。そのタンブリングの良さをご覧いただきましょう。得点が出ました 9.90 です。このひねり、はい、これは中間の部分です、そして宙返り、最弱ジャンプ、前転、さっとここで止まって、この辺の動きですね、はい、うまくそのタンブリングと動きを組み合わせておりますね、はい、9.90 を出しましたエミリア・エベルレ。これからチェコスロバキアのシェルナ選手です。シェルナの床運動、16歳のシェルナ、チェルナ選手の床運動自由問題でした。中山さん、はい、やはりあの各国 の、 その女子のコーチのによって随分カラーが違いますね。そうですね、まあ、この選手非常に今もう面白いっていうんですか、コミカル的な動きが非常に多いんですね。ただやはり一番初めのところにあの屈伸ダブルで、あとの最後があのスワン伸身の宙返りだったんですね、はい、ちょっと物足りないなっていう感じはするんですけどね。そうですね、はい、9.85 が出ました。平均台を行います。15歳です。小さな体ですが通算で12位、静止化選手、日吉から入りまして倒立、前方宙返り、
この大会では中国チームがよく頑張っております。17年ぶりに世界選手権に参加しました。ひねりを加えました。しかし、まあ、中山さん、男女ともこの中国、はい、長いブランクを感じさせない演技を行いますね。はい、17年間ですが、ほとんどその大きな大会出てないんですけども、はい、非常に素晴らしいものを持ってますね。天井のカメラが捉えた全く真上からの平均台の演技です。まあ、こういう角度は日本の皆様には大変珍しいと思いますが、よく動きが分かりますよね。はい、さて続いてはフレデリック選手、跳馬です。アメリカのマーシャ・フレデリック跳馬、新進の田原跳びでした。非常に速いスピードを持ってますね。助走がいいですね、はい、このストライド。4分の1寝て、はい、これ突き放すわけですね。体を伸ばしっぱなしにして持ってください。まあ、着地のこの動きというのはある程度減点が緩和されますからね。 9.80 が出ました。マーシャ・フレデリック素晴らしい得点を1回目マークしました。2回目はどういう飛び方を見せますか。1回目は伸身の塚原飛びでした。この跳馬の場合には見どころが2つあります。助走の第一助走から第二助走に移る速さ、そして手をつく瞬間、さあどうでしょう。伸身塚原跳び、まあ、やはり助走に非常にスピードがありますね、はい、それをプラスしてやはり突き手をうまく効かせるっていうことでしょうね。まあ、よく言えばやはり着地です。この入りはいいですね。はい、いいですね。突き放しもいいですね。2回目の得点が出ました。 9.85、 素晴らしい得点が出まして、これがマーシャ・フレデリック選手の昭和の得点です。平均台の方は野澤咲子選手です。攻防のグラウフの演技が始まります。現在得点差は 0.250。15歳のグラオフ、東ドイツ。この車輪です。やりましたね。飛び越しですね、はい、男子といえばコスミックな形ですね。はい、もうほとんど男子の鉄道とそっくりですね、はい、フィニッシュも決まりました。着地もうまいですね。本当に男子の鉄棒を見るような感じの東ドイツのグナオクの演技でした。これはぜひスローモーションでご覧いただきましょう。この辺が強いですね、はい、本店通りですね、ここから最後フィニッシュです。で、残念ながら後方宙返り、本当に見事な演技でした。はい、さあどうでしょうか。その差が 0.250 ありますが、グラオクの平行棒の得点が楽しみであります。出ました 9.90 です。素晴らしいですね。東ドイツのグラオクが 9.90 を出しました。さて現在トップを行くキムは平均台ですがどうでしょうか。ちょうど間に合いまして、これからキムが登場します。
現在トップのキム、しかも第2位のグナウクが素晴らしい得点を出しました。あと内容としましてはですね、やはり後ろの宙返りが2回入ってますし、後方展開ですね、そのまま入ってますし、まあ、普通だったらプレッシャーかかりましてですね、よく平均台というのは失敗しやすいんですけども、非常にうまくまとめてますね。はい、キムはどちらかというと跳馬と床が得意ですかね。はい、宙返りですね。はい、天井からのカメラが捉えております。出ました 9.85、 依然として3種目を終わってソビエトキムがリードしています。段違い平行棒はアメリカのパイファー、レスリー・パイファー選手です。1m55cm、 43kg、 16歳のパイファー。後方近い宙返りですね。ナイスの2回の宙返りを奪いますね。はい、確かにアメリカの力は伸びてきました。フィニッシュの部分を見てみましょうか。車輪ですね、人でいう車輪と全く同じです。スタルダー、スタルダーね。はい、浮き腰回転倒立シタルダー。この後が後方の2回宙返り寄りでした。レスリー・パイファー 9.60 でした。さて続いてはルーマニアのルーンです。現在第4位、14歳の一番若い選手です。1m47 で33kg、7歳の時から体操を始めましたルーン。この辺が見せどころルーン。はい、非常に巧みに動かしますね、自分の体をね。はい、特にシャリなんかの場合ですね、非常に決めがうまいですね。1m47 で 33kg ですからね。はあ、もう張って転向したら上の場合に飛びつきますね。そうです。フィニッシュここです、ね。着地がちょっと右足が流れましたが、まずかなりの得点が出ます。ルーマニアのルーン、現在第4位です。 9.80 が出ました。ここまです。助走の位置を確かめました。さあ、ひらとばの2回目の跳馬どうでしょうか。踏み切って伸身の塚原跳び、
自分でもよくできたという感じですね。はい、やはり今の方が非常に高さもありますし、はい、いいと思いますね。当然この2回目の得点が彼女の得点になります。ここで強く突き放していって、ちょっと足が開いてるんですけど ね、はい、着地は見事でした。 9.80 が出ました。いよいよ女子の個人優勝争いは4種目目に入りました。3種目を終わってトップがソビエトのキム 0.2 の差で、第2位が東ドイツのグナオク、この選手です。そして第3位がソビエトのピラトワ、第4位がルーマニアのルーン、そして第5位がルーマニアのドゥンカ、6位が東ドイツのクレーカー、同じくチェコスロバキアのチェルナであります。171番のグラオフ、後方宙返りであっとぐらつきました。これは減点の対象になります。宙返りですか、前に踏み切ってアウエルバッハって言うんですけど、後ろの宙返りなんですけど、やはりちょっとぐらつきもありましたし、でも15歳ですもんね。あのぐらつきをどの程度を取りますか。さてこれはキムです。まずほとんどクブクリーン世界選手権初優勝を決定的にしましたデリーキム。ゆか運動ではモントリオールでもそうでした。ストラスブールの世界選手権でも金メダルを取りました。1m60cm46.5、 曲はモダンな音楽で、いわゆるハウスオブザサン、キムのために新しく作りました曲。なおグラオクの得点は 9.70。 ご覧いただきましょう。デリーキム素晴らしいですね。さすがにスペシャリストという感じがします。ソビエトのデリーキム、この瞬間に世界選手権で初めて個人総合優勝を成し遂げましたキム。個人優勝に輝いたキム、
得点は 9.65 以上が当たればもちろん優勝です。出ました 9.85。 この得点がキム初めての世界一の得点であります。モントリオールでもストラスブールでもそうでした。いつも小間道の前に屈しまして個人第2位個人第2位を続けましたソビエトのデリー・キムが初めて世界一の王座につきました。世界選手権初優勝デリー・キム。15、6歳のいわゆる少女たちを相手にしてデリー・キムは完璧に自分の演技をしましたね。はい、非常に嬉しそうですね。もう引っ張ってるんでしょうね。さて切り替わりまして、これからフィラトワの平行棒の演技が始まります。すでにキム、優勝したキム、そして現在は第2位になりますグラオクの演技が終わっておりまして、ソビエトのフィラトワ、グラオクとの得点差が 0.15 で終わっておりますので、この種目に頑張りますと、あるいは2位に上がることができるかもしれません。 9.85 以上を出しますと同点であります。 9.85 で同点です。マリア・ピラトワ・ソビエト、フラスブールの去年の世界選手権ではこの平行棒で4位でした。1m45 で34キロという小さな体を大きく使いますマリア・フィラトワの演技。くるっくるっと動きますフィラトワ、本当の男子の車輪です。宙返りも決まりました。あっと稼働しました。これでフィラトワはもう2位に上がる望みは全くなくなりました。フィニッシュも高いバーから見事なひねりを加えまして宙返り。しかし中山さん、あそこで落下するとはね、はい、あれはね車輪を2回回ってクロスしてですね、あのデルチェフって言いまして、男子と同じような種目入ったわけですね、はい、非常に難しい種目だったんですけども残念だったと思います。さてこちらはルーンです。ルーマニアのルーン、ルーマニアのルーンは現在第4位で、得点以下によっては3位に上がってくる可能性があります。後方宙返り、フィラトワの得点が 9.40 でした。さてルーンです。現在第4位、フィラトワはちょっと落ちました。 1m47、 33キロ、ルーマニアのルーン。マネチ抜きをですね、特に若手の選手がよくカバーしてやってますね。平均台では前方宙返りも入れておりますし、最後の後方の2回宙返りの場合も非常に高さのあるいい演技だと思います。演技終わりました。ルーン得点が 9.45 以上出しますと3位を確保します。 9.980 が出ました。 9.80 で結局2位には上がることができません。3位は決定いたしました。これで上位3人、フィラトワを抜いて3位に上がりました。優勝、中国のテイ・シカ選手です。テイ・シカ15歳です。 1m50cm、 35kg。
聖飛鹿選手、中国はいろいろなことを材料を入れてますね。はい、なんかこう動き自体が非常にこう伸び伸びしてやってますね、全然そういうブランクを感じさせませんし、やはりあの情報って、ね、非常によく入ってるんじゃないかと思います。そうですね、また選手とコーチが一体となっていい指導してるんじゃないかと思いますね。さて平均台の方はこれからルンカ選手です。ロジシア・ルンカ、ルーマリア、14歳です。1メーター49で36キロ。ルンカ選手は現在第5位におります。連続乱れはありませんね。はい、よく乗ってますね。この後方宙返りも決まりました。まっすぐですね、一直線です。柔らかい体持ってますね、珍しい技です。さあ、フィニッシュはどうでしょうか。後転組連続から後方回転宙返り。しかし、あの途中バーの中央で見せました、いわゆる1回転する技ですね。なかなか意欲的なアイデアを持ってますね。はい、からあの後転跳びの連続でも非常にうまく乗ってますし、最後の部分があの宙返りから即宙返りですね、折り方がですね非常にいい動きしてると思います。14歳のロディシア・ルンカ選手、得点が出ました 9.90。 やはりあの演技の内容が非常に高度なものが入ってますね。全部終わりました。どうもいろいろありがとうございました、今夜の解説も中山明美さんでした。それではアメリカのテキサス州フォートワースコンベンションセンターから日本の皆様、さようなら。はじめソビエト2人、アメリカ2人、東ドイツ2人、ルーマニア2人が参加しています。中山さん、はい、8人のうちこの組み合わせ、大体現在の女子の体操界の勢力をはっきり表してますね。そうです、やはりあの男子と全く同じような種目がどんどん増えておりますし、やはり見て面白いと思います。最初の跳躍者はデリー・キム、ソビエト1回目、伸身の深跳びでした。見事な着地を見せましたキム、現在持ち点が 9.825 で第3位。ご承知のようにストラスブールのあの選手権では見事跳馬で金メダルを獲得しています。どうですか。いいですね、突き放しもよく効いておりますし、よく心身状態になっておりますし、着地が一つね、はい、惜しかったなっていう感じがします。一歩下がりましたですね、はい、9.80 が出ました。1回目デリー・キム、跳馬には跳び方が番号がありますが、この種目別決勝に出る選手はつまり新しい飛び方30番を審判に示します。1メーター60センチ、キム2回目ひねりを加えました。深原飛びからの1回ひねりですね、はい、非常にあの体もよく締まってますし、着地の飛び方も非常にいいと思いますね。助走にもスピードは十分乗っていますし、ここから1回ひねっておりますね、深原飛びからの、はい、
ちらかというとこう日本人的な感じっていうんですか、東洋人的な感じの体つきしてるんですけど、そうですね、非常に脚力の強い選手ですね。ストラスブールに続いてこの跳馬で2年連続優勝を狙いますネリー・キム、しかも今年の世界選手権では見事チャンピオンの栄誉に輝きました。果たしてどの程度の得点が出ますか。まあ、引いてあげれば着地の点だけでしょうね。はい、ただ難度的に言いまして非常に高いものをやっておりますので、はい、その点審判の方でも緩和をするんじゃないと思いますね。出ました 9.90、 キムの得点は 9.90 でした。現在までソビエトのネリー・キムと東ドイツのクレーカーがトップを争っていますが、さて持ち点最高のルーマニアのドミトリア・トゥルナー 9.850 の得点を持っています。15歳です。 1m56cm40kg、 トゥルナーの1回目の跳躍です。から巻き込みっていうのが非常にうまいですね。スローモーションで見てみましょう。中山さんがおっしゃるように第2助走のスピードがいいですね。 9.90 が出ました。これでこの瞬間にツルナーがキムとそれからクレーカーを抜いてトップいたしました。着地の取り方も非常に高い位置で受けてますね、はい。今の跳躍でルーマニアのトゥルナーがトップに立ちました。現在最高得点を挙げているルーマニアのドミトリア・トゥルナーの2回目の跳躍です。スピードがつきました。トゥルナー手をついてジャンプ、2回宙返りが半分以上いました。見事なもんです。ダブル宙返りに半分にイメージを変えましたね。非常に前ですね。だけど着地の取り方も最高ですね。おそらくテレビをご覧の皆様は何が起こったか分かりにくいと思いますが、スローモーションで見るとはっきり分かります。はい、ここで回し込みながら、はい、ここで半分ひねってるんですね。そうですね、はい、着地も非常によく止まっておりますし、前転跳び2回宙返り半ひねりという跳躍で今得点が出ます。見てみましょう。出ました 9.95。 ルーマニアのトゥルナーがこれでトップに立ちました。初めて嬉しそうな顔をしました15歳の少女トゥルナー。ご覧いただいたようにルーマニアのトゥルナーの素晴らしい跳躍で15歳のトゥルナーが跳馬で優勝。2位がソビエトのザハロワ、3位がソビエトのキム、そして東ドイツのクレーカー、5位がアメリカのキャナディ、6位東ドイツのグナオクでした。種目が変わってこれから段違い平行棒です。さて演技が始まります。中国の馬遠光選手、下のバーから入ります。つま先がものすごく綺麗な選手ですね。場内から歓声が湧き上がります。この辺の車輪が見事です。今度はシュタルダー、ちょっと崩れました。さあフィニッシュはどうでしょうか。見事なもんです。半分ひねっての宙返り、非常にいいですね、はい、下半身の綺麗さっていうのはもう本当にちょっと言葉で言い表せないぐらい、もうつま先なんか非常に綺麗ですね。で特に最後の折りでね、あの巻きつけからの半分ひねって前方宙返りですね、はい、このつま先のところ、あれはちょっと注目してもらいたいと思います。注目してみて、見ていただきましょう。 9.90 が出ました。中国馬遠光が 9.90、 今の折り方は飛び出し半ひねり前方宙返り折りでした。
さあこうなりますと同じ目的を得点を持っています東ドイツのグラウフの演技が楽しみであります。384番バ・エンコーが 9.90 を出しました。続いてこのグラウフも持ち点はバ・エンコーと同じ 9.925、 同じ15歳です。今年のヨーロッパ選手権では平行棒は3位、アメリカンカップで平行棒の優勝しています東ドイツのグナオク、1m46cm、33kg。 やはりちょっとしたことも気になるんですね、幅が。はい、はい、もう試合の前っていうのはあの神経がイライラするっていうんですか、非常にもう繊細な気持ちになりますから。すでにバエンコーが 9.90 を出しております。東ドイツのグナオク演技が始まりました。男子のシュタルダーを楽にあります。飛び越し見事なものでありますグナオク。さあフィニッシュはどうか。ぜひ最初に後方宙返り料理、これも立派です。はい、もう本当に男子の鉄棒顔負けですね。シャルダーが入ってますし、車輪も入ってますし、それから下盤に叩きつけて上に上がるときですね、非常にやっぱり筋力の締めが強いんですね。もうコンっていう感じで上上がってきますし、これが15歳の少女ですよ、はい、ここの場面ですね、非常にもう高さがよくありますし、この決めといい最後の着地といい非常に素晴らしい出来だと思います。さてこうなりますと 9.95 を出しますとまず優勝が決まりますが、 9.9 ですと中国の馬と同じ得点 9.90、 結局中日の中国の馬遠光選手と同じ得点でありまして、あとエベルデクレーカーが残っておりますが、10点を出さない限り2人が同点優勝であります。段違い平行棒は中国の馬遠光と東ドイツのグナオクが共に優勝、3位がルーマリアのエベルデ。ご承知のように駒根氏がこの種目に出ておりません。左手首の炎症炎で自由問題を休んでおります駒根氏。このキムは大きな見せ場を持っています。後方を抱え宙返り連続、立派なもんですね。すごいですね。もうまくこの10センチのところに乗っておりますね。なんか全体の感じがの東洋人的な感じしますし、そうですね、はい、バランスの取り方が非常にうまいような感じがしますね。バランスが崩れると上半身と指先でうまくそれを表現って変えてしまうんですね。はい、コントロールがうまいんですね。で特に時間が決まっておりまして、1分15秒から1分35秒の間に終わらないといけませんから、その間選手をうまく使っていくわけですね。さあフィニッシュに入りました。そして簡単に降りましたね。はい、だけどあの助走から前方に飛び出していきながら後方宙返りですね。まあ見せ場としたら先ほどの宙返り連続ですね、はい、その辺をご覧いただきましょう。これですね、1回目の後方宙返り、2回目抱え込みの後方宙返り連続です。本当にしっかり乗ってるっていう感じですね、はい、自分の指先から足先まで十分に使って、はい、やはり一つの美っていうものを追求している感じします。そうですね、最後のフィニッシュも非常にいいですね。着地もよく決まっております。出ますか。出ました 9.85。 これでピラトワの上に立ちましたキム。現在持ち点トップを行きますチェコスロバキアのベラチェルナ、
わずか16歳、1メーター42センチ、32キロ、日本にも来ましたおなじみの選手。通りすがりです。この辺の動きは面白いですね。はい。あのシャポシニコワがね、こういう開脚の和水平やったんですけど、そういうような感じですね。高い姿勢のフルターンもこなしました。ベラチェルナ、白宙返り、今度は後転飛び。非常にこの人はスピードがありますね、はい、床の動きと全く同じっていうような感じがします。ジャンプあり、そして展開あり、ベラチェルナ片手の前転、ちょっとぐらつきました。ここでまた倒立から移行します。この辺の表現がいかにもチェルナらしい表現です。明るくして上下と言わせる瞬間です。もう床運動と全く同じですね、はい、強いですね。これも決まりました。連続ですね。また決まりました。いよいよフィニッシュの体勢に入ります。ベラチェルナ後転飛びから後方宙返り、自身の後方宙返り、着地は見事でした。ちょっとあの最後が物足りないなっていう感じはしましたですけども、演技中に入っている内容は非常に素晴らしいものが入ってますね、はい、演技終わった後やっぱり16歳で少女に戻りますね、はい、さてチェルナが 9.8 を出しますと優勝します。アンコールに応えるベラチェルナ 9.9 9.9 であります。ついにここに16歳のチェコスロバキアのベラチェルナが平均台で優勝しました。平均台はチェコスロバキアのチェルナが優勝、2位がソビエトのキム、3位が東ドイツのクラボーレでした。さて最後の種目床運動ですね。ストラスブールでもこの床運動で金メダルを取りました。モントリオールのオリンピックでも優勝しました。曲はハウス・オブ・ザ・サン、太陽の家。メンキム、大人の演技という感じしますね。はい、すごいですね。あのミュージックもですね、ディスコミック的な動きをですね、うまく入れまして、まあ、うまくアレンジしましてですね、本当に縦横に自分の体をね、いっぱいに使って行っているっていう感じがしますね。ああ、珍しくアンコールに応えてもう一度床に上がりましたネディ・キム。念願の個人総合優勝を果たしましたが、9.95 が出ました。これで東ドイツのグナオフを抜いてトップに出ました。ソビエトのネリー・キム、床運動最後の演技者はルーマニアのエミリア・エベルレであります。現在トップがソビエトのキム、これを追ってルーマニアのルーン、そして3位に東ドイツのグナオフであります。
持ち点最高のエベルレがどういう演技をしますか。15歳、1メーター52センチ、34キロ。うまくまとめて決めてるんじゃないですか。出ました 9.95 エベルレ優勝です。ルーマニアのエミリア・エベルレ、キムを抜きまして見事金メダルを獲得しました。そして第2位がソビエトのキム、第3位がルーマニアのルーンであります。最後を飾りますゆか運動、15歳のルーマニアのエミリア・エベルレが逆転優勝しました。8日間にわたってアメリカのテキサス・フォートワースで開かれました世界体操選手権大会は、The home of Vera Chaslovska.